ダイハツ工業は今日大阪府池田市の本社工場で来月7日から軽自動車コペンの生産を再開すると発表しました。ダイハツ工業では認証試験の不正が発覚し、去年12月国内のすべての工場で生産出荷を停止していました。京都府や大分県滋賀県の工場に続き本社工場の生産が再開されることで。 およそ4か月ぶりに国内全ての工場で生産が再開されることになりますまた大分県の大分工場でも軽自動車タフトの生産が来月6日から再開されることが決まりましたこれで国内の全24車種のうち23車種の生産が再開します